皆さん、写真ライフ楽しんでますか？今回ですね、私がこちら使っているニコンの Z6 なんですけども、こちらのですね、新しいファームウェアアップデート 3.40 が公開されました。で、そちらをですね、ちょっと使ってみたところ、めちゃくちゃ AF がですね、改善されてます。瞳 AF がですね、めちゃくちゃ改善されているので、これはですね、まあすごいなっていうふうに思いましたね。過去の Z6 発売当初から比べたら、まあ、何回かファームウェアアップデートをしてて、その度に瞳 AF とかですね、そういったところがものすごく改善されて、今回の 3.40 ですね、本当にもう完成形に近づいたんじゃないかなというふうに思っております。で、今回はファームウェアアップデートする前とした後で、どのようにですね、AF、瞳 AF が改善されたのかっていうところをですね、ちょっと検証しながら見ていただけたらと思います。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、今回はですね、このニコンの Z6、 こちらの新しいファームウェアアップデート 3.40 で、かなりこの Z6 が生まれ変わりました。もう本当にですね、最初に出た時の、まあ、瞳 AF なんかはですね、まあおまけ程度だったんですけども、そこからちょこちょこですね、まあ改善をされてきたんですけど、まだですね、ちょっと実用レベルではなかったのかなっていうぐらいですね、ものだったんですけども、今回 3.40 にですね、ファームウェアアップデートされて、それがですね、もう本当にソニーのカメラとほとんど変わりがないぐらいのですね、瞳 AF になったので、まあめちゃくちゃバージョンアップで生まれ変わったなっていうふうに思ったので、これですね、あの新品で購入しても14万ぐらいで買えるフルサイズのカメラ、ミラーレスカメラになっています。なのでめちゃくちゃお得なカメラにですね、生まれ変わったんじゃないかなっていうふうに思ったので、今回はこの Z6 をめちゃくちゃおすすめしたいのと、このファームウェアアップデートで過去、まあ前のアップデート、前のバージョンと新しいバージョンでどのくらい改善されたのかっていうところですね、ぜひ参考にしてみていただけたらと思います。じゃあですね、ちょっと早速ですね、ちょっと動画の方を見ていただきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃですね、瞳 AF 改善されてますよね。前はですね、このぐらいの距離、まあ、結構、そうですね、バストアップというかウエストアップぐらいじゃないと瞳を捉えてなくて、その後はですね、ちょっと離れるごとに顔になったり、まあ全身になるともう全くですね、瞳を捉えない、顔も捉えないっていうところがですね、多かったんですよ。なので結構実用レベルでは、あの瞳 AF っていうのは使いづらい、まあこのウエストアップでしか使えないものだったので、まあいろいろ撮影パターンとかですね、変える場合にはいちいち変更しなきゃいけなかったので、それがめんどくさくてもうほとんど使ってなかったんですよ。で、今回ですね、このファームウェアアップデートで全身でもですね、瞳を捉えることができるようになったので、あ、これは瞳 AF でも結構実用レベルで使えるようになったんじゃないかなっていうふうにですね、思っております。まあ、結構遠い位置でも瞳をですね、捉えてたので、あ、これはですね、すごいアップデートしてきたな、ニコンはって思いましたね。Z6-2 別に買わなくて、この Z6 でもいいかなっていうふうにですね、思いました。なので、まあ次買うときは Z6-3 をですね、ちょっと目標に、まあちょっとこの6でですね、まあ使い続けたいと思っております。はい。で、まあ今回はですね、白い壁を背景にして実験したので、まあ瞳、顔とかを捉えやすかったんですけども、屋外で例えば森の中で撮影するときとかですね、ちょっとこの
いろいろですね、ごちゃごちゃしてるところではですね、まあ、結構この、そうですね、ウエストアップか、まあ、ウエストアップぐらいですね、ウエストアップぐらいで瞳を捉えて顔も捉えてくれてたんですけども、これがほとんど全身近くになってくると背景がごちゃごちゃしてる場合にはですね、もう全くですね、目だろうか顔だろうか人としてですね、認識もされないので、あっちこっちにですね、このオートフォーカスが行ってしまって、もう全く使い物にならない状態っていう時もあったんですよ。なので今回のこのファームウェアアップデートで、まあ、ある程度離れても全身でもですね、瞳を捉えてくれるようになりましたし、それによってですね、おそらく背景がごちゃごちゃしたところでもですね、ある程度、まあ、顔だったりとかっていうところもですね、合わせてくれるようになるかと思いますので、まあ、この辺はですね、結構使えるレベルになってきたんじゃないかなというふうに思っております。なので今からちょっと新しいフルサイズのミラーレスカメラを購入しようと思ってる。でも α7-4 なんかはめちゃくちゃ高いし、まだ買える段階でもない。じゃあ α7-3 を買おうかな。でも α7-3 もですね、24万ぐらいするんですよ。新品で買うとですね、めちゃくちゃ高いですよね。これ3年ぐらい前のカメラですよ。同じ3年ぐらい前のカメラで同じぐらいの、まあ、機能、もしかしたら AF に関してはこっちの方がバージョンアップしたので、ちょっと上になってるか同等か上になってるかっていうところなんですよ。で、このカメラ、まあ、めちゃくちゃですね、映りもうすごく好きなんですよ。ニコンのですね、Z シリーズのですね、映りめちゃくちゃ好きなので、それか新品でも14万ぐらいで買えるんですよ。中古だと、最近でもちょっとですね、価格が上がってきたので、昔はですね、10万ぐらいで買えてたんです。中古の備品ぐらいが10万ぐらいで買えてきたんですけども、まあ、今は中古の備品で13とか、高いところで14とかですね、新品で14とか16とかですね、そんなもので買えるかなというところですね。まあ、もちろん Z6 じゃなくて Z5 でもですね、いいとは思うんですけども、Z5 の場合はですね、ちょっと暗いところに AF が合わせにくいっていうですね、ちょっと難点があって、そこをですね、ちょっと懸念して Z6 を選んだっていうところがあります。まあ、もちろん、まあ、これ、カードスロットがですね、一つしかない XQD カードってすごくめんどくさいものにはなっているんですけども、まあ、ただですね、まあ、転送速度とかも速いですし、まあ、消えたこととかこれでまあ不便だなって思うときはパソコンに移すときにアダプターを返さなきゃいけないっていうところがちょっとですね、まあ、面倒なんですけれども、それ以外は別にですね、今のところ不便を感じてないかなっていうところですね。まあ、シングルなんですけど、それでも十分かなっていうところにはなっております。はい、なのでまあ新たに2021年、もしかしたら2022年、この Z6 がですね、新たにおすすめカメラのですね、一つになってくるかと思うので、ぜひですね、これからちょっとフルサイズを検討している方っていうのは Z6 も検討していいんじゃないかなというふうに思います。14万ぐらいで買えたカメラ、残りのですね、お金っていうのをレンズに回していただければですね、安いレンズもですね、ニコンとうとう出てきましたので、 40mm の F2 とかですね、28mm の F2.8 だったかな、そういったですね、まあ、3万円ぐらいで買えるレンズっていうのもですね、だんだん出てきましたので、この辺ですね、まあ、安いレンズもニコン揃ってきたので、この辺はですね、ちょっと狙い目なのかなっていうふうに思っております。はい、なので、まあ、ちょっとニコン興味ある方、Z6 の新しいファームウェアアップデートで生まれ変わったので、もう本当にですね、 Z6 からスーパー Z6 にですね、生まれて変わったぐらいですね、まあ、本当にめちゃくちゃですね、この AF 機能改善されてますので、すごくですね、私個人的にはもうおすすめできるカメラになってきたんじゃないかなっていうふうに思ってます。これすごいですよね。でもですね、私 α6400 ずっと使ってるんですけども、ファームウェアアップデートでこんなに AF がですね、すごくなったことっていうのはですね、ないんですよ。まあ、動物瞳 AF が使えるようになったとかですね、そういったものはですね、1回だけあったんですけども、それ以外にですね、まあ、普通ファームウェアアップデートって、例えば不具合を改善したとかですね、まあ、そういったところでファームウェアアップデートしてくるんですけども、機能をこんなに大幅にですね、アップデートしてくるのは多分ニコンだけじゃないかなっていうふうにですね、思ってるので、まあ、販売方法としては下手くそだとは思うんですよ。下手くそだとは思うんですよ。これによって Z6が、まあ、生まれ変わったので Z6-2 をですね、買わない人もですね、多分出てくると思うので、これってですね、まあ、販売する方法としてはですね、間違ってるかもしれないんですけども、ユーザー側としたらめちゃくちゃ嬉しいですね、機能追加というかですね、バージョンアップになっているので、まあ、この辺はニコンはですね、そういうところを私は結構好きかなっていうふうにはですね、思っております。なのでよかったらですね、まあ、こういったところ、最初にですね、買ったカメラよりもどんどんですね、まあ、機能が上がっていくのがニコン
ンのカメラだというふうに思ってますので、よかったらですね、まあ、ニコンのカメラ試しにですね試してみて、また他にもですねバージョンアップ今後ですねしてくるかもしれないので、そういったですね、まあ、機能が上がっていくのも楽しみながらですね使えるカメラになってますので、ぜひこの辺も試してみていただけたらと思います。というわけでですね、今回の動画はここまでになっております。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。